はい、森口翔と一生懸命マリオカートいただくしやります。よろしくやっていきます。ということで1レース目 DK 山全キャラ1位企画ピーチスターピーチからスタート、よろしく。中学校時代の野球部だったら何番バッターでポジションどこだったのと、最近でもらったものは嬉しかったものは何ですかと質問いただきました。ありがとう。中学校の時はあの森口翔と一生懸命くん野球部でした。で、あのポジションと打順は、4番でキャッチャーでした。4番キャッチャーでございました。ちなみにキャプテンでした。以上です。中学校の時は俺そんな感じやったな。で、最近でもらったとき、最近でもらったものの嬉しかったものは、財布が壊れて、財布もらったんよな、俺。財布もらったから、それがめちゃくちゃ嬉しかったな。はい。もらって嬉しかったものは財布。野球部時代は4番キャッチャーでキャプテン。以上。みんなありがとうな。質問いつもありがとうな。動画を見てくれてありがとうな。今日はピーチで勝つからな。よろしくな。なんか変。やらかした。落ち着いて。落ち着いて。落ち着いていこうか。なんやこれ。なんやこいつ。トゲを蹴って。もう1位がかなり進んでるんで、大砲乗ってるんで、これで強いのが出る。ワンチャンサンダー出る。出ない。じゃあ、このキラーを。このキラーをしっかりとこの辺で打っていかなかんな。9で、9で打ちたい。OK、9で打って、ガタ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 、楽しいゲームですね、これ。やばいですね。こっちも押した。集中。どれどれ？平民たちよ。どきなさい、平民たち。おー、そのスルーはおもろいよ。そのスルーはおもろい、やばい。俺に当たる予定やったやつやもんな。もう一回 S にトゲ行ってもろて、勝ちなんじゃないの、どうなの。ボム引くなよ。お前がボム引かん限り勝ってると思ってるから、ボム引かん限り勝ってると思う。トゲよろしく、トゲよろしくね。交換する？赤コーラでやりたいように交換する？そうやな、赤コーラでやるように交換決めとこか。赤コーラ1個出る。じゃあこれ次赤1個でも引いたら俺の勝ちなんじゃないのって思うんですけれど、岩石危ない、岩石ちゃんと食べ、トゲいった、トゲいったぞ。そのサンダーはやばいやろ、さすがに。うまいことやって、バナナも避けて、緑ブーパーやめて、やめて、危ない、避けて、1位、危ねえ。しっかり緑を見ながら避けれたな、うまいな。ということで、ピーチ終わり。次、デイジーちゃんで走っていきたい全キャラ1企画、4体目かな、4体目やな、これ4体目やな。もうスッと全キャラ終わっていくんちゃいますか。全キャラスッと終わっていくような気がしますんやけれども、とりあえずなんか39に嫌がらせしたくなっちゃった、39に嫌がらせしたくなっちゃった。待てよ、コイン取って、おっと今の緑は何、毎回入れとこわ、一回入れといて安全にコイン集めまして、安全にコイン集めまして、単発であって何が出るかのお話やな。スターな、あー悪くないな。まあ次のアイテムで止まろうかな、次のアイテムボックス2の1で止まろうかな思いますね。これはしっかり止まって8位で割っちゃうことにはなるんやろうけど、まあ大概強いの出るで、大概強いの出る、ほらな言ったでしょ。でこの辺で打って、さあ無敵ループを入れていこうか。ここのアイテムボックスはスルーして、次のアイテムボックスここで、あーい、これは強すぎるぞ。こっちも押した、暗きの子譲る、これ近畿の保持してるね、これワンチャンこいつとの勝負になるな。よっ、しっかりシングル1個入れて、風でこうして、キンキの使ってるよね、あれキンキの使ってるよね、キノさん強くね、キノさん強くね、それ投げといて、それ投げろ、お前何してる、投げろよ、
はい、次パックン神殿のおミラーコース、あの初めてかも、パックン神殿のミラーは初めて、人生で初めて、人生で初めてを動画化します、よろしく。ここ前張りしよっかな、まあさすがに前張りしよっかな。コイン10枚集めて、こうしてこうして、コイン取れや、コイン取ってくれ。待てよ、どっちがどっち回りか分からへん。あ、左か、こうか。でこのピンクの玉乗りづら、乗りづら、ミラー6つミラー6つすぎて、コイン取ってこうして、こんな感じか。ちょ、わからん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 、ちょ待ってな待てな。ただ言える、1個言えるのは1位出れた、1個言えるのは1位出れて、これどっち回り、こっちこうやんな。ぷかーっとして裏コイン出て、熱いな。オッケーオッケー、しっかりインをついていきたいんやけど、なんかついてこれるやつがそんなにおらんイメージやな。あ、でもついてきとんのっけ、あ、ついてきとんな、一人ついてきてる。こうしてこうしてこうしてこう、ここをこうこうこうって感じ、ここをこう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 、欠乏しとこうかな、欠乏しといて、あ、クラクション、勝ちましたよ、これ。勝ったよ。だって1位でクラクション持ってるんだもん。投げ来ても関係ない、投げ来ても関係ない、俺クラクション持ってるから。2位やんのやめてな、俺のことやんのやめてな、2位やめろよ。ドシーンドシーンとしといて、お願い。ちょっと待って、アイテム取れよ、アイテムしっかり取って。ファイヤー怖かった今、何あれ、後ろ来てない、なんかちょっと待って、わからんわからん、ちょっと待って、まっすぐ走るけど待って、道が全然わからん、未来から。いや、シンプルにうまいわ、シンプルに強いわ、これは。俺がずーっと前張りしてる、ずーっと前張り。みんなパックン神殿やで、わからへんのやろな、俺と一緒で。まあただわからん中でも俺が一番うまいよっていう話だよな、だから1位なんだよな。クラクションか、あーちもーした、ピュ、負ける、負けはしやんな、これは、これは負けはしないね。こうしといて、よーし1位、パックン神殿ミラー勝ちました、よし。あの次行こうか、デイジーじゃないキャラで行きたいと思いますので、みんな応援よろしくな。強い部屋やろ普通に、うん、俺が一番強いからな、うん。はい、次キャラクターが変わりました、ロゼッタチン、ロゼッタチンで走っていきます。猫クラシカル、ロゼ猫、ここぬーバリッと買っていこうかな。あ、失敗くん、どうしよう、コインゼロでしたら失敗しちゃった、普通にまずいよなこれ。まあ一応アイテムは取るんやけど、アイテムは取るんやけど、ここのコインも取っていかなあかんな。まあ集中してちょっとコイン集めするわ、集中するわ、コインしっかり取る。これ奥のコインもしっかり3枚取る、オッケーやな、オッケーですね。コイン7、キラーかありやな、そんなに離れとんけ。ここで入れて、そんなに離れとるとは思ってないけど名前と、まあ、離れとるってことやんな、キラーが出るってことはそういうことだよね。1周目コイン10、片手にスター強いな、これ交換したらもう一回スター出そうやな、これは交換したらもう一発スターが出そう、出てもらわな、シングルはだるいって俺、シングルはやめように、ここでスター持っとったらもうだいぶ強かったよ俺。そうやろみんな、どう思う？あ、いいよいいよいいよ、コイン取ってって、どの道もう一回スター欲しかったところではあるから、オッケー、そういうことやな、次のショートカットに入れてって感じにしようかなとは思いますけど、どうでございますか皆さん。ここショートカットで入れる、ショートカットで入れます、ショートカットでスター入れます、ビューン、頼みます、頼みました、頼みます、あーい、ガーチボーシ、一応前に出て S か S か S をやるか、赤にですよ、トゲいってますよ、トゲいってますよ、あだといてくださいね、おぼっちゃまくん、おぼっちゃまくんどいてもらう、おぼっちゃまくんどいてもろて、しっかり俺はダブル防御やからな、おぼっちゃまくん、トゲもぼこないね、
これはしっかりロゼットちゃんでは優勝を決め散らかしていくのはこのオレッチ君、圧倒的。もう文句ないわ、今日は一個も文句ない。ありがとうな、みんな見てくれて。次はロゼッタの次のキャラクターでいく。ちょっと何で走るか忘れたけど、みんな見てくれてありがとうな。ほな、じゃあ。